こんにちは。こんにちは。関西競馬影下です。増井です。よろしくお願いします。お願いします。マーメイドセイクス。はい。今日は増さんとわわ言っていこうかと思ってますけど、はいはい、どうですかメンバーご覧になられて。そうですね。まあメンバーはまあもういつも通りね、なかなか難解というかね、本当格よりできというか、格よりできというか、まあね、うん、ハンデの目をというか、うん、いろんなところなんですけども、まあ、ババア状態がね、そうですね、うん、ちょっと心配されたんですけどね、あのなんか予報がちょっとだん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 変わりましたね、うん、解放に向かいまして、うん、はい、うん、本当にちょっと梅雨前線が下の方でね、停滞してくれてるのかなっていうところで、皆さん、気象予報士でも目指してるんですか、そうですね、両ババアがね、ほぼ濃厚なんでね、そうですね、うん、まず、うん、それは良かったなというところとね、はい、あとはまああのね、まあ阪神競馬に戻るというところで、はい、まああとは高速道路の渋滞ですね。あと我々、ね、我々はね、うん、今週までね、ちょっと中国とか、うん、リニューアル工事なんで、あの肝心なところがね、はい、ちょっと通行止めというかされるんで、はい、まあ、そことのにらめっこなんですけど、うん、まあメンバーはね、本当ね、楽しみなメンバーが揃ったなということで思いますけどね。ハンデ戦ですしね、はい、結構こう、はい、まあ、そこまでこう大きく金量差があるわけじゃないんですけど、はい、やっぱりあの下級条件の馬とかはね、はい、あの軽いハンデというところを生かしてたとかと思うんですけど、はい、本命は、本命はね、僕はね、ラブユーライブっていうね、あ、うん、両結馬にしました、はいはい、まあね、2走前に3勝クラス勝ち上がって、うん、まあ、前回はね、まあ、1杯に調整したんですけども、ちょっとまあスタート一息でね、不完全燃焼というか、まあ、ジョッキーのコメントを見るとね、ちょっと足も余したっていうところを言ってましたんで、まあ、阪神、実績ある阪神戻るのプラスだと思いますし、ね、ここに旬の調教結構よく見えたんでね、僕はちょっとまあ体の維持なんか苦労する馬なんですけども、まあ、それを考慮したねローテも組まれてますし、両馬場の、まあ、瞬発力勝負内回りなんでね、はい、ちょっとまあ限界もあるかもしれないですけど、うん、十分可能性のある一頭かなと思って狙ってみました。はい、私はもう実績馬、はい、うん、金量、ね、55ですけど、はい、ルビーカサブランカ、うん、はい、まあね、スタートがやっぱりねポイントかなっていうふうに思うんですけどね、うんうん、特に開幕週、まあ、開催はね、3ヶ月でしたっけ、はい、このまま進んでの、うん、まあ、ババですから2週間ですし、はいはい、開幕週って言ってもそこまであまりね、はい、気にしなくてもいいのかなというふうには思います、はい、で、まあ、仮にスタートで、まあ、遅くなったとしても、はい、まあ、阪神自体はこのまま得意な馬ですから、うんうんうん、2勝してますし、はい、うん、そのまあ、脚力上位と、はい、実際も重賞も勝ってるわけですから、はい、まあ、そのあたりも考えれば、はい、まあ、そういうスタートの班でも むしろこうなんていうんですかね、こうクリアできるだけの条件が揃ってるのかなと、はい、うん、いうところでやっぱり相手関係ですよね、うん、まあ、大半がまあ休み明け、さっきも言ったように下級条件の馬がいるっていう、はい、このメンバー構成なら、うん、うん、まあ、これまで戦ってきてるメンバーとかね、実績踏まえると、はい、まあ、本命でいいのかなと、うん、うん、まあ、むしろこの馬中心なのかなと思ってます、はいはい、対抗は最高はね、まあ、マリア・エレーナっていう馬ですよね。あ、まあ、はい、これもう休み明けなんですけども、うん、まあ、これがね、そのルビーカサブランカとアイチハイで接戦した馬なんですけども、はいはい、まあ、本当、以前からね、本当、末脚にはもう定評のあった馬なんですけども、立ち回りの馬さんもね、身につけてきたかなっていうところで、前回はね、ちょっと、距離も2200年、ね、強力年若干長かったですしね、はいはい、本当アフリカンゴールドのペースのレースでしたから、うんうん、最後ちょっとやっぱり最後はお数枚手でスタミナ切れかなっていうところも映ったんで、距離短縮プラスだと思いますし、これもね、ファンでは55キロっていうところに見込まれたかなっていう気もしますけど ね、うん、まあ、ただそういうところの成長が見込める4歳馬なんで、うん、頑張ってほしいなっていうところですよね、はい、はい、対抗はむしろここ増井さんの旧車かアイコンテーラー、アイコンテーラー、うん、一応これが2番手かなと思ったんですけど、まあ、うん、実際この前はねちょっと、うん、まあ伸びね直線変えちゃったんでね、うん、まあここからの巻き返しというところで、うん、まあ牝馬限定戦ですし、そうですね、うん、まあハンデも53、まあこの馬の53っていうのはまあね、もちろんそのここ2戦から言ったら背負ってるんですけれども、うん、はいはい、まあメンバー的に見たら53っていうのはそんなにこう、うん、ハンデでもないのかなというふうには思いますし、
まあね、これだけまあ実績というか、うん、ここ最近本当男馬相手でもね、うん、頑張って、うんうん、崩れず走ってるケースもありますし、はいはい、まあ牝馬限定ならというところですよね、うんはいはい、どうですか体調面その他。体調面はね、出来はずっと安定してるって言われてましたし、うん、まああとはねちょっとまあ2走前とか3走前に右回りでね、はいはい、うん、少しちょっとスムーズな競馬ができてない印象がありましたので、うん、まあうまく外に出せればっていう感じではありますね。まあ左回りの方がやっぱりいいのかなっていう気はしますけども、まあただまあ十分ね限定戦に戻ってっていうところの狙いは成り立つかなと思いますけどね、うん、はい、黒三角がねこれね僕ね何につけたかと思ったら多分これ投資モンブランにつけたのね投資モンブランがねちょっと迷ったんですよねはい、はい、ここはねどういう展開含めてね、うん、ちょっとだからこれが迷ったのが何で迷ったかっていうとやっぱりねその天気予報の移り変わり、はいはいはい、これでやっぱり両馬場っていうところでね、うんうんうん、ちょっとやっぱり決めて秘めてる馬でまあ金量手頃なっていうところで東進モンブラン狙いましたけどねこれは、うん、これはね未勝利勝つまで本当時間かかったんですけど、ね、そうですね、うん、そっからの結構充実が目覚ましいというか、はいはい、やっぱりローテーションある程度ゆとりを持った形にしてから、うん、遠くから表してきましたし前回ねちょっと客部不安明けだったんですけど、まあ、陣営もねまだ途上かなっていう判断だったんですけどそれを勝ち切りましたんでね2勝プラスとはいえ、うんうんもともとコーナー4つの競馬にも実績あるみたいなんで、はいはい、そういうところでちょっと狙い上積み、うん、加味して狙えるのかなっていうところですよね。他はいや確かに私も3番ってね、うん、結構迷ったんですよ、うんねまあ、一応クラベルにしたんですけど、はいはい、ただ、ね、まあ今回これね、うん、休み明けですし、はいはい、新米はね、うん、しっかり足使ってくれるとは思うんですけど、うん、その逆に言うとやっぱり展開面というところがね、うんうんまあ、ルビーカサブランカが本命で僕が来るという体で考えると、うん、比べると そのやっぱり前崩れっていうのをちょっと、うん、考えてるんですけど、ね、なかなかちょっとね、うん、その難しい馬場も当然ありますしね、はいはい、その辺がこうあるんで、うん、まあ一応3番手には打ちましたけど、はい、ソフトフルートとか、はい、うん、そのあたりまあ割合リーナも正直僕ちょっと迷ってたんですけどね、はいはい、うん、なんかちょっとこのあたりはね、うん、当日の馬場状態云々で変わってくる、うん、まあ紙面はねもちろん変わる、うん、印は変わりませんけど馬券の強弱としてはちょっと変えてたいなと思います、うん、ちょっと人気を読むのも難しいなっていうレースになりました、ね、まあ、あとはね、まあ、ウィンマイティという馬もね、うん、取材の感触良かったので、ね、それでも、はいはいはい、実際このコースで忘れなぐさ賞オープン買ってるもので、うん、そうですよね、うん、そのあたりのね、まあ、雰囲気に近づいてきたということなんで侮れないかなと思います、うん、まあちょっといずれにせよね、うん、もう尺が足りないなって感じはありますねそうですね、だって全然振り、うん、そうですね、これでもちょっとね有力がいますんでね、うん、まあ、ね、この動画参考にして、はい、馬券買われてみていかがでしょうか、はい、今日はいいですかね、はい、締めますよ、はい、今日はじゃあこの辺で失礼します、はい、どうもありがとうございました。